こういう人間はまあ存在するべきではないというなんか怖い考え方を持ってる人がいて、うん、じゃあどうすんだよっていうのをこう一番間をこういいところをこう頑張ってやるんです。悩むなそれ。新しい生まれはロシア。青春カフェ。舞台は東京。ピラシーズです。マリアランドのマリアです。生まれはロシア、育ちはモスクワ、舞台は東京です。今回はね、ちょっとマリアランドさん迎えて話していこうかなと思うんだけど、マリアちゃん実はね、なんか両性愛者なのよ。男性も女性もいけるというパターンで、はい、で、まあ自分同性愛者じゃん。まあ、そういう共通点があるからさ、よくロシアに行かれてるから、実際のロシアの事情とか聞いてみたいなと。日本との同性愛とかそういうものに関する違いを少しだけ考えてみる会っていうのを開催しようと思います。あ、そうね。最近どういう風になってるかちょっとわかんないもんね、そう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 。うん、ロシアでは、2013年だったかな、同性愛禁止法っていうのが施行されて、まあ子供が見てる前とかで、要はテレビとかで同性愛を宣伝するようなとしてはいけない法律が出て、まあそれで2014年のソチオリンピックに行くのをやめた選手だったりボイコットが呼びかけられたりとかそういうことがあったりとかもして、まあどちらかというと社会的にはあまり受け入れられてない方の立場なのかなっていうふうに思うんだけども、まあ、実際どんな感じなのかなっていうのもロシアに長いこと住んでらっしゃったと思うからどんな感じでした？やっぱり日本と比べたらロシアは一段遅れてるかと思います、うん、で社会からの受け入れ方、うん、まあ、地方によっては全然違うけど普通の人の中で受け入れてる人は多い、まあ、ロシアの人特に大人の人30プラスの人は結構それに対して保守的な考え方を持ってる人が多くて、うんうんうん、なので公表してない人が多いですね。まあ、過激派の保守的な人たちの中で、ペアナショナリズムかな、そうそうそう、うん、の中でこう同性愛の人の活動家のリストを作ってこの人たちを殺すべきだみたいな感じのネットにアップしてて、まあ、実際にそれで亡くなった方がいて、まあ、ただそれもまあ警察の捜査でそれが関連付けられるかどうかわからないっていう風な感じになって、であまりうやむやにはなってるんやけども同性愛のコミュニティの間ではすごい恐怖として広まって、うん、まあ、命の危機を感じたりとか自分の知ってる話だと実際にその同性愛者狩りみたいなのがやる集団がいて、あー、いますね、アプリで出会った人一緒に行ってそれで暴行したりとかいじめたりとかするっていうので、まあ、とにかく危険っていうのであんまりこう公表しない人が多いっていうのは聞いたことはある。でもそれもモスクワとかとまたちょっと田舎の方とは状況違ったりするのかな。確かにちょっと違うと思いますね。地方だったら、まあ、どういう風にでもいいけど同性愛だけではなくてそもそも目立つことってあまり良くないです、うん、決めつけられて喧嘩打ったり殴ったりするケースもあるんですね、うん、なのでそもそも同性愛者であれば、まあ、自分のことがそうだと分かったら、まあ、なるべく上京したり上モスちゃんそれ上モスモスクワに行くってことやろ。あ、上モスか、そっか上モスしたり上モスしたりでまたはまあ海外引っ越したりするネオファシスト的なナショナリズムの考え方を持ってる、こういう人間はまあ存在するべきではないというなんか怖い考え方を持ってる人がいて、うん、で例えば集まった同性愛者の活動家にまあハンティングをするようなあの手段は確かにあの存在してるけど、これはまあ同じく社会からかなり批判は起きてるんですね、うん、それは何、その男性も女性も同じような感じなのか、その男性同士で歩いてたりとか女性同士で歩いてたりっていうので、うん、なんか女性も暴行を受けられるってこと。それはちょっと違いますね。私はやっぱり女の子と付き合ってて、うん、とまあ体験したことなんですけど、女の子2人歩いても手繋いでキスしたとしても見られてないし、人間の目はそんなないんだ。でもロシア人はなるべく、まあ、公表しないようにはしてるけど、女性の方が自由に生活ができる。でも男性の話になると手も繋げられないしキスとあとは2人で住んでたら疑われる。あ、まあ、確かにタトゥーとかってもともと同性愛を歌った内容だったからね、それはもうすごい社会に受け入れられて人気だったわけだし、女の子同士2人だったら大丈夫だけど男の子2人同士だったら気持ち悪いみたいな、偏見だね。なんかすごい、女の子は気持ち悪くないけど男は気持ち悪い。日本だとでもそういうのはないよね。ない、まあ、もちろん偏見があってこうなんか公表しできない人とかその白いみんな受けるのが怖いから嫌っていう人多いけども、うん、基本的にはそれって身内からの偏見だったりとか、他人のなんか知らない人がそれ同性愛でどうのこうのってなんかしてもそれ何とも思わへんやんか、うんうんうん、
まあ、ネットとかでは気持ち悪いと思うことは別に当然だとかっていう書き込みはよく見ない。日本はネットの方がどっちかというとみんないろいろ書き込むから、まあ、俺はそれはなんかもっともやなと思うんで、めっちゃ気持ち悪いと思ったらいいと思うし、例えばよ、高齢の方とかが好意を持ってる姿とか見て、まあ、気持ちいいわけではないから、正直ちょっと 見たくないなって思ったりとか、あとすごい、そうそうそう、で太い人同士で、俺は太い人がタイプじゃないからな、太い人同士の行為を見たりとかするのもうってちょっと気持ち悪いなと思ったりするんやけども、でもそれってな、それ個人の勝手な気持ちとして持つのはいいと思うんやけど、それをその人たちにわざわざ言葉を浴びせる権利はないからね。その人たちが見えるところで、まあ、いわばこの動画だってそんなん言うべき動画ではないと思うねんけど、言う権利って誰にもないから、本人にあんたたちは気持ち悪いっていうのはっていうふうには俺は思ってるから、そういうところの考え方の浸透っていうのはまだ途中かなとは思うけど、まあ、ロシアと比べると全然進んでる、進んでる、ちょっとじゃなくて全然進んでる。でもその理由もな、なんとなく俺は分かるねん。ロシアが進んでない理由。俺は、兵役が強いかなと思うな。兵役、確かに。男性は軍隊に行かんとあかんよね。やっぱそういうところでもう無理やりに集団生活をさせられたりとかする中で、まあやっぱり規律を生み出す者がいるっていうのはちょっとやっぱ嫌っていうのはあるのかなと思うと、そのロシアって男女平等感っていうのがちょっと世界と違うねん。例えば、ロシアの男女平等っていうのは、女性は子供を産んで料理をして、そういう大変な思いをするんやけど、男性は軍隊にいて女性を守るっていう感じがあると思う。日本って私男に生まれたかったわとか、男もああ女やったら楽やったのにとかっていう風なことを思ったりする人が多いんだけども、ロシアって例えば女の人が私男に生まれたかったわっていう風に思ったとしても、でもよく考えたら兵役とかあるからちょっと嫌かもっていう、なんか歯止め、兵役ないじゃん、女性の兵役もある。いやでもまあいかんでもいいやん、女性は。でもその無理やりいかんとあかんっていうのがあるから、そういうのちょっと考えたら男も大変やなっていう風に思える部分が多分結構あると思う。だから普通のその義務を果たしてる人から見たら、ゲイって真ん中におってお互いのいいとこ取りしてないみたいな見え方がするんかなと思う。逆、そのこっちは無理やり頑張って男らしく生きてるのに、なんでそんな好き放題生きてんねんっていう感情が来るかな。レズに関してはもうエロい目で見とんじゃん、男が。挟まれたいみたいな。そう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 、エロい目で見てるからなんとなく許してる感じだと思うけど、トーク番組とか見てるともうすごい、もうやっぱ生産性がないみたいな、日本で言うとすごい問題になることをすごい議論してたって、確かに生産性がないね、あすごいな、こんなん普通に言うねやっていう感じ。日本は逆になんか男性には優しいけど、女性の同性愛者にあんまりまだ馴染みがないっていうふうに感じますね。同性愛に感じ、それはやっぱメディアで出てきてる影響かなと思うねんけど、ただな、これも最初は笑い物から入って、侍文化関係ない、まあ、その昔男色っていうのがあって、本来であればもともと日本は寛容な文化やったっていうのもあるんやけども、そういった文化がなくなって、その後お姉みたいな子は自分よりも下に似てるから、こう笑いの対象として見て、そこから徐々に受け入れるのが変わってきてるのかなと思うんやけども、女性に対しては笑いから入る文化っていうのがなかったんやなと思うな。ないですね。でも確かに男の人の同性愛者って女の人の格好をしてちょっと無理のある状況になったりするやんか、だからちょっと笑ったりできるじゃないですか。そうそう、女が男っぽい格好をしてるのを見て、母って笑える要素がないというか、綺麗な男を見てるみたいな。そうそう、だからそこが一番最初のとっつきやすさがなかったんかなとは思うんやけども、でもそこは変えていかんとあかんし、でもかといって笑われ者になる必要は本来はなくて、それは笑い者になるところから入るっていうのはちょっとこれはやっぱ違うんかなと思うけど、確かに、まあ、だからなんかそういう違いはあるなとは思うけど、どうやって変えていきましょうね、今後世界を。なんか私たちが世界を変えるんですか、大丈夫なんですか、この先世界を変えるんですか、そんな権力あるんですか。そんなのあるよ、一人一人の力が大きな力になるんだから、まあ、同性愛者であることを笑いにする感じでタレントとして出たくはないなと思ってる。それはもう次の段階もそろそろいかんとあかんなと思ってるから、まあ、とはいえなんかちょっとたまにクネクネ出てるね、本能的に、知らん、本能的にクネクネなるの。モデルの業界はどうでしょうか。モデルの業界は多いですね。あ、そうなん、めちゃめちゃ男性のイケメンは、俺が知ってるモデル大体ゲイや、まあ、でも女性もデザイナーとか、そうです、女性も同士での恋愛とか結構ある、多いんやろ、やっぱファッション関係とか好きなのかな、やっぱ、まあ、ただ日本とか、まあ
日本に限らず欧米諸国はちょっとその LGBT がビジネスになってきてる一面もちょっと実はあって、確かにそれ自体がお金になるということで、いろんな企業がそれに投資したりなんかいろいろしたりとかして、うん、結構金になるっていうところから少しだけ歯車が狂ってる一面もあると思う。下手したら逆にカミングアウトしづらい状況になったりするんじゃないかなと思ったりも俺はする。その、あまりにも活動が強くなりすぎるとその反発も強くなるからっていうのがいるから、そこがちょっと今は心配かなと思ってる。ファッションになってるよね。そう、はいはい、ファッションにもなりつつある。いろんななんか LGBTQ なんたらかんたら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 って出てくるんやけども、全然わかんない、どういうことみたいな。理解はせんで生きる邪魔さえせんかったらよっていう感じ。性的指向は結局そのプライバシーのことだから、こういう人は誰が好き誰と似てるとか関係ないですよ、うん、子供と動物じゃなければ誰でもいいでしょ、うん、まあ、あと性は流動的ではあるから、今日今まで本当に男がいいと思ってたけど明日から女が好きになるとかっていうのもあり得る話で、でもそれもあるってよく聞く話ではあるから、アメリカでそのなんか最近その言葉が流行っててちょっと今出てこないんだけど、うん、俳優さんとか女優さんがめっちゃ多いみたいなのあって、ハリウッドとかで、うん、なんか例えば私がレズなんですって言われると自分も女性を好きになってしまう、その場面で女に興味を持ち出して女と付き合ってしまうっていう人がいるらしい。うん、誰が好きとか考えるのもめんどくさい。いいんじゃない、人を好きって、うん、でもそこでじゃあ同性婚を認めるかどうか問題、まあいいんじゃないかなと思ってるけど賛成賛成、うん、でそこで懸念されることがあって、それなんで賛成なの。同性愛者も同じ家族の形になったんだから同じような権利も取得するべき、うん、そうだね。まあ自分も、まあ、結論から言うと賛成派ではあるんだけども、ただただ単にお互いが幸せなんだから受け入れるべきだっていうだけの主張をする団体の方ってすごくいるんやけども、反対をする人がなんで反対してるんかっていうことにちゃんと耳を俺は傾けるべきやと思う、賛成する立場なのであれば。で反対理由って結構いっぱいあって、うん、私は正直言っていい、ここで反対の理由っていうのはもうほんまは理由がなくて、ただただ気持ち悪い、嫌だ、許せないっていう人たちが騒いでるだけかなと思ってんだよね。そうやったとしてもそうやって何癖つけて来てることに対して反論する意見は持っとくべきやと思う、その人たちに対して影響を与えるからじゃない。例えばよく言われる一つの意見としては、子供を産むことがない家庭なのに、うん、税金的に優遇されることになる、結婚すると。でも、あ、親いない子供もいるでしょ。そう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 。だからそこは別に、じゃあそれは子供を産まない家庭はどうなのっていう話で反論するとか、まあ、何かしらこう自分の意見も持つべきだと思うし、あとよく言われるのは、実際イギリスとかでも前例があるんだけども、犯罪組織が偽装結婚させるため、うん、要はビザとか作って済ませるために同性婚も利用するケースが過去にあった。ああ、それありますね。アメリカとかもある。うん、そう。ただそれに関しては同性の人とだったら結婚しやすいとか、そのお友達感覚で結婚しやすいとか、そういう意見もあるんやけども、それの原因は何だったかっていうと、偽装結婚の調査を同性婚の場合にしてなかったみたいな、それを同性愛者に対してした場合にこれは同性愛者差別なんじゃないかっていうふうに言われることが面倒だから、とりあえずそこのチェックを怠ってたっていうところの隙をついて犯罪組織がそれを利用してどん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 ビザをお金もらって発行するっていうビジネスをやってたりとかする。でも男女同士でもそういう偽装結婚って普通に存在してますよね、うん、別に同性愛者だから結婚しやすい、結婚してそういうなんか偽性結婚使うのは、結論から言うと同性婚をすることによってお友達、別に男女の結婚だったらやっぱりちょっとハードルがあるというか、男と女でまず友達になることがハードルがあったりする場面もあるから、やっぱ同性同士だったらもっと簡単にできるんじゃないかっていうふうなことを言われたりするところもあるんやけども、まあそれを考える前に本当にそれが同性同士だったら多いやりやすくなるのか、友達同士だったら結婚することによってビザ作るっていうみたいなことがやりやすくなるのかっていうことを考えた時に、そこじゃないやろっていう風な問題になる。もともと偽装結婚ができない仕組みを作っていかないといけないよねって。例えばね、結婚しただけでは就労制限はなしにはなりませんっていう風に最初の1年間とかしてたら、結婚をする相手が養わんとあかんやんか、受け入れる側が、うん、ってなったら友達にそんな1年間養うかっていう話になって、そうやってもう偽装結婚ってすごい大幅に抑えられるんや。でも男女でも必ずし男だから養わないといけないっていうのはないでしょ。結婚した時に要は就労
金制限がなくなることによってこっちも働いて自分のお金稼ぐこともできるし、こっちも別に自分のお金に減ることないやんか、うん、それ男女でも一緒なんだけども、ただそれを就労制限を1年間かけて、まあ、もしどうしても働きたいんやったら就労制限なしのビザを自分でちゃんと取りに行けっていう風にしなければ、うん、あ、まあそれは全然結局こっちがこれこの人養わんとあかんから、うん、この人が偽装結婚応じるわけないやんかっていう、まあよっぽど何かがない限りは、愛がない限りは、あ、難しいよね、難しいね、そういうとこまででも俺考えたかんと思うね、そこまでそんなに、なんか同性結婚したくて来る移民たちとそんなにいると思わない、正直。まあね、でも不安な人がおるからその不安を解消してあげるための動きを考えたりせんとあかんなと俺は思う。日本の家の制度、家庭の制度が崩れる、文化が崩れるっていうけど、いやいや今まで同士男性と女性が結婚したらあかんくなるわけじゃないから、それにプラスアルファでそういう人たちを認めるってだけやから別に文化は崩れないよっていう話にしたりとか、今の聞いてもう政治家って大変だな。そうだよ。だってそんなんさ、こんな問題もあってこの問題もあってそれ問題もあって、でもこの問題を解決するためにはこっちも問題になる、そうじゃあこっちをするってなるとこっちも問題、そうだよ、じゃあどうすんだよっていうのをこう一番間をこういいところをこう頑張ってやる、一つやるともう一つ、うん、もう一つやるとそれに反連する、うん、もうここもここも永遠とやらへんやらへんっていうのになっちゃう。結局いくらそういう対策を取ったとしても偽装結婚したい人は偽装結婚します。難しいですねこれは。でも私はしていいと思います。それでも別にそういう権利はあるんじゃない、平等じゃない、人間っていうものは、その権利が、反対の意見があったら俺はそれに対してしっかり耳を傾けていくべきやなと思うから、反対の意見とかがあったらね、どういう懸念があるかとか書いてもらったりとかしてもいいかなとは俺は思う。どう解消するのか、まあ、解消していきます、うん、プラスさんが、いや、うん、政治家になりましょう。悩むな、それ。新しい総理大臣。やだ、もう、だって、ブラのマスクとか言われるんでしょ、マスク配ったりしたら。ブラのマスク。あんたさ、マスク配るなよ。ブラのマスク。意味わかんない。以上、現場からお送りいたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。